ほほほほ。重たい。めっちゃ入ってる。なんやこれ。はやとチャンネル。今日はね、真夜中に叩き起こされて、この人に叩き起こされて、小魚をね、取りに来てます。ナマズの餌と、ナマズの餌と、今度メバル、生き餌でやる餌と、ね、今度メバルとかね、ちょっとね、魚釣りに使う小魚、生き餌をね、ゲットしに、救いに5回ね、5回すくって帰りますか。5回すくって、はい。ここすごいとこですよ、もう本当に秘密のもう寝てたのに。で、林さん一回オフで、まあ、先に水を汲みます。ライトはつけない。あ、つけるよ、ここは。あ、ここつけて、照らしちゃダメ。うん、先に水を汲みます。水を。まあなんでかっていうと理由があるんですけど、ね。先に水をたっぷり汲みます。これいっぱいいっぱいにしとくって理由があるんですよ。うん。まあ。一網やってみますか。そうね、ここなんですよ。ここはここに置いてるのかな。こうなってるわけですよ。でね、深いんですよ。なるほどね。で、こう深いんで、こうそこまでついた、うん、ゴッゴッゴッと、うん、で、これをゴーッと上げると、ほん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 。あ、重たい。めっちゃ入ってる。なんやこれ。とはまあ、ほらなんやこれ。なんやこれ。なんじゃこれや。とまあ船が取れるわけですよ。ひとすくい。ひとすくい。マジで。マジで。やりたくなったでしょ。だから5回すくったら帰りますよっつったじゃないですか。いやいや、やりたいかと言われると、もうなんかいきなりお腹に。なんかもうとんかつ一気に入れられた感じで、もういいって感じです。ナマズが待ってるんですよ。まずそこに、そこに入れて、まだまだまだこの辺からそこに入れて、ほうほう、要はこういう感じですくう感じ。そこの方、はいはいはい、で向こうの壁に当てて上にグッと、はいはいはい、ゴーです。深いね。深いですよ。めっちゃ深いね、これ。深いですよ。え？ガサガサってやってください、水の中。お決まりのいない。こんなバカな。こう入れるじゃないですか。はいはいはい。こう入れて、そこまでついた。うん。そこまでついたら、こっ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 。で、向こう岸につけて持ち上げると2匹3匹3匹あー、やっぱ少ないな。1回だけ、とりあえず3匹。うん、この字に持ち上げる。まずちょっと深さをね。深さをするの。はいはいはい。ちっちゃいの取れた。うまいね。あ、卵じゃん。卵だ。あ、卵じゃん。卵だ。卵と口細。卵と口細。卵と口細。あ、エビもいますよ。エビも。すごいですね。三挙と。手を濡らしてしまいましたね。はい、この後地獄になります。はい。うまいね。なんか違うので、ニゴイとカマツカとオタマジャクシと、これは、ね、あ、ニゴイだ。ニゴイいいじゃないですか。ニゴイは水槽で買えますよ。で、こいつはこれ、これ今移動禁止なんですよ。食用外のオタマ、
これは移動させるのに殺して持って帰んなきゃいけない。なるほど。持ち帰っちゃいけないの。なるほど。結構取れた。いろんなの入りました。いろんなの入ったよ。さすが魚いる場所匂うね。すぐ。いやいや、これは取れたね。ね、これはいろいろ取れたよ。取れましたね。これが土拭き。これとこれとこれ、これ土拭きっていうカマツカの仲間なんだけどね。土拭きっていう魚なんですよ。これはね、これも国内外来種って言われてる。何？もともとは西の方の魚、まあ鮎の稚魚の放流によって関東に広まったって言われてる魚。ちょっとなんか顔は濁いに似てる感じがするけど。水槽で飼うとね、可愛いんですよ。うん、うん、卵珍しいね。うまいんだよ、うん、これがでかいわ。これがで、ハヤさんそれ知ってます？今。いや知らん。それカエルの食用ガエルのオタマジャクシなんですよ、ね、で、今それは生きたまんまの移動が禁止なの。うん、まあリリースだね。うん、これは船かな。それは船です。まあ、普通の銀ブナだね。うん、普通の銀ブナですね。はい、はい、よし。うん、でっけ。ちょっとでかすぎますね、林さん。それは苦そうで。でっか。あ、ヘラブナっすよ、これ。ほら。お。ヘラブナっすね。冬眠しとるからこうなんかちょっととろいんですかね。そう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 。もう寒くてさ、ね、冬眠状態なんですよ。これをリリースしますか。ヘラブナちょっとリリースしましょう。はい、でっかいですし。はい、じゃあさよなら。どうするんすかってぐらい一回で終わって帰れると思ってたの。一発目だけでしたね。うん、魚が散っちゃったのか魚が少ないのか。あ、でもいるなぁ。まだね。ニゴイ。ニゴイ、土。またヘラブナ。これヘラブナだね。うん、ヘラブナ逃がしちゃうよ。はい。ほい。ニゴイと、うん、土拭きもいるね。ほら。いますね。ね。じゃあこれは入れときますか。深いっすよね、思ったより。深いっすよ。入ってない。魚が少なくなっちゃったね、マスさん。魚が少ないっすね。まあ魚もバカじゃねえからさ、うん、移動するんだろうけど、それにしてもね、少ねえ。これでもここちょっと席みたいなのあるじゃないですか。うん、うわ、でっかい。うわ、いろいろ入った。またニゴイとフナ。またニゴイとフナ。いいじゃないですか。というわけで取れるんですよ。でも、ここ少ねえな。入れ食いじゃないですか、マスさん。ね、入れ食いとは言わないんだけど、まあ、あんま持ってってもしょうがないからね。ナマズくんは喜ぶわけですよ。5回作ったら帰るって言ったけど。じゃあラストじゃないですか。角に追い詰めるやん。うん、途端に深いっしょ、こっちは。うん、お、なんかいた。フナとオタマジャク、餌も入ったね。
餌になりそうなの食べましたね。餌になりそうな口元が。あ、入れちゃったよ。うん、いいっす。お玉は逃げますよ。いいっす。はい、まあ、マスさんがやってるぐらいだからね。お、いくらか取れましたね。あれ？え？角に折ったんだ。たまに使うのうまいんですよ、俺。結構。にごいばっかりですね。にごいすげえ多いな。ね。ナマズが喜んじゃうじゃないですか。喜んじゃうけどさ。にごいばっかりっすよ。ねえ。小さい船だったら食わないのか。まあでもこれ食うこれは食わねえな。ねえ、相当でかいですもんね、うん、船で俺餌に釣ったことないんだよな、あの魚は。これでかいもんね、うん、でかいですね。こうちょっとでかいよね。海に持ってったらどうなんですか、ニゴイって。死んじゃうんですかね。死んじゃう。しばらく生きてるよ。餌持ちは悪いんですかね。餌持ち的にはいいんだろうけど、うん、こいつを食う魚が俺にはちょっと見当がつかないです、うん。すげえな、これ。あんま取れなかったね。でも10回もすくってないでしょ。いや、相当だよ、これ。濁いがそんな取れるんだね。濁いが多いっすね。ね。あと、ヘラブナはもう逃がしたけど。でっかいのは逃がしたからね、うん。これ、金ブナっぽいね、マブナ。金ブナっぽいマブナですね。石持ちみたいな顔してるやつ。金ブナ系ですね。今金ブナってあんまいないんですよ。みんな銀ブナに混じっちゃってさ。これは水槽で飼ってもいいやつですね。そうだね。濁いとか？濁いとか。これだけ取れりゃいいでしょ。もうお布団の中で帽子までかぶってたんですから僕も。また。ぬくぬくしてる場合じゃないんですよ。ちゃちゃっとっちゃってちゃっと帰るんですよ。もう布団の対極にある場所ですよここは。毎回毎回僕が悪いみたいじゃないですか。もう布団の反対の言葉は土ですよ。さ、この野遊びの天才なんだから土大好きでしょ。そう、土大好きですけど遊ぶモードになってない時にこうやって遊ばされても、遊ばされても、まあまあ楽しかったですけどね。まあまあこのね、はいはい、あの5、6回すくって帰るにはいいでしょ。まあ、もういつ何時遊びますから、はい、はいはい、よし行きましょう。以上あの、はい、あ、はい、早さん、ナマズの餌取りでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お付き合いしてくれて、はい、ありがとうございました。じゃあ釣りに行かないといけないですね。ちっちゃいやつで。何を？え、ちっちゃいやつ持って釣りに行かないといけない。そうですね。またね。はい、またじゃあ次回ということで。はい。はい、お願いいたします。お疲れ様です。はい。でも周り。はい、大丈夫です。はい。はい。終了。はい。お疲れ様でした。これ何かわかんないの？メダカ？うん。俺はここで黒メダカ取ってるんですよ。ここが黒メダカの越冬場所になったのですよ。ほら、入ったけど卵。こいつはなんだ。これメダカ、これ黒メダカ入った。あ、ほらちょっと見づらいんだけど、ちょっとこれ取るかな。ほら、イワシだってアジだってつけられる、うん、生かしとけないんですもん、うん、で何がいいってやっぱり口元とかモロコなんですよ、うん、オカメタナゴとか。お、来た。めっちゃ、はやっ。はやっ。なにこれ。